分かってるのにね。ねえ、入り方ね。はい、マサトブルーの好きこそものの上手になれということで。いやー、言いやすい。馴染んどる。馴染んどる。まあいろいろなことは箸置いといて、今回からまたマサトブルーの好きこそものの上手なれ始めさせていただきます。お帰りなさいなのかな。第2章、まあね、自由なことをね、自由に発言したい、喋りたい、いいものをもっと皆様に届けたい、というこのね、私の思いから勝手にチャンネル名変えさせていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日のお題は何ですか。せーの、デニム。デニムということで、デニムで、はい、今ですね、ジーンズヤマトではヤマトデニコということで、うん、ジーンズの経年変化、エイジング、色落ちというものを楽しもうではないかということで、コンテストを1年かけてやりましょうということで進めております。そんな中で今日はデニム、皆さんこの3人いるマサト、秀吉、しげこ、しげこ、しげこです。3人のおすすめのデニムを紹介していこうという感じで行ってみたいと思います。はい、はい、では私から行きましょうかね。はい、お願いします。はい、もうね、これは映っておる、映っちゃったよね。あっちゃだけど、まああっちゃなんだけど、チャンネルを遡って遡って遡ってもらって、多分この辺に今ね張り付いていっぱいいるんですけど、洗い方とか、色の落とし方とかなんかね、いろいろあるので、それずらっとこう並んでるんで、ぜひポチッと押してもそれ見れると思うんで、一回振り返ってもらうと詳しく見れると思います。私のおすすめはビッグジョンのレアジーンズでございます。先ほど言ったように説明するとくっそ長くなってしまうので、私のは割愛させてもらって、そちらを見てください。もうこちら見てください。もう本当にまあまあ、みんな見てくれている方もいらっしゃったので、ここにあるものをヒデさん今消えてますけど、はい、はい、見てください。結構ねためになる、ためになることがあるので、ぜひ。特にね、洗濯の仕方とかね、あと一番はね、俺こだわったのね、確かね、乾燥機かけた時のね話をしてるはずなんで、うん、してますね。それは絶対に見てほしいということで、私からはビッグジョン出方とかレアということで、じゃあ次、秀吉。私、はい、私偶然にも偶然にも同じブランドで揃ったんですけれども、これもビッグジョンのもう一つヴィンテージ出てるんですけど、こちらのねエクストラ、ね、まあ、ビッグジョンの2強ですね。はい、うん、はい、本当にこれ履いてますよね。そうですね、まあ、僕はちょっと大きめに履いてるんでね、ちょっとヒゲとかはちょっと出にくい感じにはなってるんですけど、まあ、このエクストラ部長は、これはこれは喋った方がいいですよね。そりゃそうですよ。ね、これはまあ、染めと面紙にこだわってるシリーズエクストラになるんですけど、まず綿が、まあ、綿100なんですけれども、世界5大陸の綿紙を使ってて、でそのパッチもね、その世界大陸のパッチになってるんですけど、それで五大陸の、はい、綿を使ってて、北アメリカの綿紙と南アメリカの綿紙と
あとはヨーロッパ大陸の名詞、あとはアジア大陸の名詞と、あとはどこだ、エジプト、エジプトじゃないな、どこでしたっけ、これね裏に書いてあるんですけど、北アメリカ、アフリカ大陸の名詞、5大陸の名詞を使ってて、でそのそこの大陸の面の特徴があって、ここの大陸の面は光沢が出るとか、ここの大陸の面は柔らかくなるとか、面なんですけど、その特徴をハイブリッドさせて一番良くなるように作られてるジーパンになってます。はい、であと染めなんかもこだわってて、ロープ染色っていう、まあジーパンでこういうロープ染色ってあるんですけど、それをこれはね16回染めてて、生産するのも普通のジーパンの3倍ぐらい時間がかかるそうなので、で1日生地を作るのも数メーターとかしか、数メーターぐらいしか1日で作れない生地になってるんですよ。まあそういう本当に貴重なジーパンになってます。どうですか形なんかは。形はですね、細めとルーズ、レギュラーかな、で2種類ございます。はい、金額ですか。金額はですね、ですね、税抜き28,000円の税込みの38,000円になっております。はい、これは僕のおすすめの、デニムになります。綺麗、うん、なブルーが出る、はい、デニムですね。うん、ちなみに今って何回やったか知ってます、ね、数えなかったけど俺数えてました100円数えてました。多分12か13か14どっちか、言ってました。ちょっと数えてもらってください、うん、ちょっと数えて後で、癖ですね、うん、多分13、4どれかピンって本当はもう全部早送りでもいいかなと思ったんだけどあまりにもって言うからもうね待ってた、ずっと待ってた、うん、まあエクストラ、ね、2タイプシルエットがありますんで、はい、じゃあおすすめです茂子は。はい、私も、やっぱりこの経年変化を楽しむってことなので、うん、私も濃い色を塗ってきたら偶然にもビッグジョンだったんですけれども、これレディースです。レディースのこれはエンジニアジーンズっていうシリーズなんですけど、すごく太いズドンストレート、かわいいねこれね、かわいいです。ハイウエストになっていて、うん、珍しいボタンちゃんなんですけれど、一番上だけ黄色ですごいかわいいです。この素材の特徴とかっていうのは、これも YouTube やってるでしょ。そうやってます、うん、こっち見ていただければ、また俺の顔のこの辺に貼っとけばいいかなって、みんな見てもらえるんじゃないの思いますけど、うん、これどうなんですかね。私こう太めに折って履いてもらうのは可愛いかなと思うんですけど、ワイドはねやっぱそうやって太くロールアップした方が可愛い、可愛い、ヘルビッチになってるので、うん、女の子もぜひここのここでだって、何ここれってこれここれここで経年変化を楽しんでいただければいいかなと思います。は、はい、ぜひ。じゃあレアエクストラズドンズドン、ズドンエンジニア、エンジニアね、うん、まあじゃあこれが、私たち3人からの今日のお題のデニムのおすすめ、はい、そしてヤマトデニコン、これ履いて参加したらどうですか、おすすめでございますね。おすすめでございます、うん、もうちょっとねこう深掘りしたお話をこれからね
デニムしてきますけれども、まあとりあえず初回、まあ、ソットブルーのスクソもの上手なれお帰りなさい第1回は、まあ、デニムの初回ということでどうでしょうかね。はい、はい、良いと思います。はい、一本一本もしかしたら説明するかもしれないし、違うものをまたね説明するかしらしれないんですけれども、まあデニムに関してはちょっと強化してここでねいろんなことを発信していきたいなと思っております。ヤマトデニコン、今入れやすいでしょ。そうですね、はい、そうぜひということで、はい、もう皆さんね初めていろんな投稿もし始めてくれてるの で、ね、ちょっと楽しいですよね、みんなが見るのも楽しいんで、はい、ぜひ参加していただけたらと思います。はい、はい、ぜひお待ちしております。はい、今日はい、ありがとうございます。なんか変わるんだよね、きっと多分言い方とか変わるんだよね、きっと楽しく変わるんだよね、うん、ちょっと変わるんだよね、え、うん、何も変わるんだよね、絶対変わるはずだよ。いや、いや、アドリブは聞かないので絶対変わるはずだよ。何かが変わるはずだよ。何か何か音が変わるとかリズムが変わるとか声が変わると何かあるはずだよ、きっとね。音入れといてください。音入れといて皆様チャンネル登録と、高評価とまたコメントですね、このデニム、どのデニムを紹介してほしいとかね、うん、そういうコメントも、うん、ぜひ、お待ちしております。来週もよろしくお願いします。お願いします。